ヤマケチャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤマシーです。今日は中学校2年生英語ニューホライズンユニット6-4の本文訳単語熟語でテストに 出やすいところですねを、説明したいと思います。それでは早速ですね、本文入ってまいりましょう。ユニット6-4。 In a cafeteria, three classmates are talking about scary things. はい、ここで、まあ、出てくる、まあ、カフェテリアはもう普通にカフェテリアとか、はい、カフェとかでもいいです。カフェで、3人のクラスメートね、まあ、これもクラスメートもクラスメートでもいいですし、はい、クラスの友達ととかでもいいです、はい、とスケアリーが怖いですね、怖いことについて話しているっていう訳ですね、はい。まあ、ここでの、文法に関しては B 動詞プラス ING で、まあ、何々しているっていうね、進行形ですね、はい。じゃあ、次行きましょう。 I'm scared of snakes. Well, I'm scared of tests. ははい。で、Be scared of で、何々が怖いっていう意味になります。なので私は蛇が怖いです、私はテストが怖いです。で、このテストって言ったから違う意味で怖いなみたいな感じで笑ってますね。はは。はい。はい。私は蛇が怖いです。私はテストが怖いです。はは。で、次ですね。How about you, Mark? I'm scared of donuts. はい。マークはどう？私は、ドーナツ怖いです。ドーナツ？これびっくりしますよね。ドーナツが怖いっているの、そんな人みたいな。はい、はい、マークはどう？私はドーナツが怖いです。 I don't even want to see them. Really? That's interesting. はい、私はそれらを見ることさえしたくない、ね、見たくないということですね。本当に？それは面白いね。ね、もうこれド S ですね。それは面白いね。見たくないって言ってるからなんか悪だくみしてますよね、これね。はい。はい。私はそれらを見ることさえしたくないです。本当に？それは面白いね。で、ここは会話じゃないですね。Ake buy some donuts。はい。いくつかのドーナツを買います。エリックは Here are your donuts, Mark. Oh no! お、何があったんだって思いますよね。Oh no! って、はい、何か出来事が起こります。はい、で、まあ、Here are でこれはとか、はい、そんな感じです、はい、これはあなたのドーナツです。エリックはいくつかのドーナツか、これはあなたのドーナツです。まあ、これはってするとね、This is とかでもいいんじゃないかって思いますが、まあ、They are とか、ね、それらは。まあ、これ差し上げるときの、場合のこれはは、Here を使っても大丈夫です。まあ、こっちの方が、ね、適切かなと思います。で、Oh no, みたいな、まあ、ね、ここ、まあ、Oh no でもいいですけど、まあ、これ意味合いとしては嘘だろって感じですね。はい。マジかみたいな感じです。Oh no。で、次ですね。ここも括弧ついてるんで、これも言葉ではないです。Mark starts eating the donuts。はい。で、マークは、ドーナツを食べることを
始めた。な、食べ始めたっていう訳になりますね。はい。はい。マークはドーナツを食べ始めた。はい。今回ね、ここ6の3で習った、動名詞形ですね。食べること、はい。で、ここマークは三人称単数形で現在形なので、三単元の S ついてますね。はい、しっかりやっておきましょう。ここも三単元の S ついてますけど、はい。ですね。で、これね、2種類名詞、系のね、もの出てます。トゥー不定詞と、ING 系、同名詞系とトゥー不定詞出てますが、はい、want の後ろは to じゃないとダメなんで、見ることって、ね、to see になってますね。はい、eating。なのでここの違いしっかり覚えておきましょう。 want の後ろは to 不定詞じゃないと、まあね、ここもしね、何々することって使いたいなら to 不定詞じゃないとダメなんだと、はい、この違いでね、テスト作られる可能性はありますのでしっかり覚えておきましょう。であとは be scared of、ね、何々が怖いっていう熟語表現で、あとよく出てくる that's interesting、 that great とか that nice とか、はい、これはあの会話文とかでね、よく出てきますので、まあ、しっかり、今のうちに、訳せるようにしましょう。で、even ね、何々さえっていう意味合い。で、あとここ、here が使われてるんだっていう、はい、いうところをしっかり覚えておきましょう。じゃあまだ、これ続きありますので、続きやっていきますね。はい、それでは続きやっていきましょう。Hey, you said!Yeah, you are scared of donuts. はい。おいとか、まあそんな感じですね。あなたは言いましたよね。言ったじゃん。あなたはドーナツが怖いと言った。ね、言ったよね。おい、あなたはドーナツが怖いと言ったよね。まあ言ったですけど、うん、まあ会話文なんでね、はい、言ったよね。なんか聞いた感じでね、言ったんですね。Yes。なのでこう次、はい。ね、Seeing donuts is really scary. So I'm eating them. はい、最後に行きましょう。Oh, I forget.To tell you, I'm scared of milk too. はい。うん、すごいな。まあ思いますけど。はい。で、ここが今回6の4の重要表現になりますね。Seeing donuts。はい。動名詞形が、主語になることもあります。はい。その場合ね、is まで。まあ、今回の場合は is までのところで、主語になっているはずなので、ドーナツを見ることはって訳します。見ることは、この場合ね、ドーナツを見ることは本当に怖いです。はい、だから私はそれらを食べています。おお、なるほどね。見ることは怖いけど、食べることは OK。まあ確かに食べること怖いとは言ってませんもんね。はい、食べています。おう、私はあなたに伝えることを忘れた、伝え忘れた。私はミルクも怖いです。はい。これオチですね。怖いって言えばミルクも買ってくれるでしょうって。はい。面白がって買ってくれるんじゃねえかみたいな感じですけど、いや一回もう騙されてドーナツ買わされてるんで、まあ基本お人よしとか相当
感づかない人であれば買いますが、買わないですよね。はい、っていうところで、はい、訳していきますね。はい、はい、はい、ドーナツを見ることは、はい、seeing donuts、見ることは本当に怖いです。 really scared ですね。で、そう、だから私はそれらを食べます。なので、これドーナツってしますけど、それらですね、それらを食べています。うん、ね、B プラス ING 系ですね。 ING 多いんで、同名詞なのか、ね、進行形なのかとか、しっかり区別してくださいね。はい、で、私はあなたに伝え忘れた。あなたに伝えることを忘れたですね。はい、今回は to 不定詞です。伝えることを忘れた。 forget の格形ですね。 I'm scared of milk too。 私はミルクも怖いです。はい、ドーナツだとね、喉乾きますもんね、食べると。だから飲み物欲しいよはい、そういうオチになってます。はい、っていうところですかね。はい、まあここら辺が、重要表現になりますので、しっかり覚えておきましょう。じゃあ、今回のユニット6の4に関しては以上になりますので、次回は、ユニット7の1に関して、皆さんで、学習していきますので、そちらの動画も見ていただければと思います。失礼いたします。